弘前藩の武士たちが、まあ、音楽というよりもちょっと修行の一端として吹いた流派ということのようです。地元に笹森先生という先生がいらして、笹森武房先生がお書きになっているものとかを読んでいただければすごくいいんですけど、すごく尺八が好きな殿様がいたんですよ。それで万立行っていう音楽的センスのある武士を、栃木に今でもあるんでしょう、一月寺っていうところに、それが小武僧の府家衆の本山で、そこに派遣して、修行してこいと。で、妙案流という尺八をお経を吹く、読むみたいに吹く流派があって、その尺八の曲をマスターさせたんですね。で、津軽に帰ってきて武士たちに吹かせたわけです。それが一応今も続いているということなんですけれども、江戸時代が終わると明治維新になって、文明開化だと、西洋に追いつけ追い越せみたいな時代になって、古いものはある種排斥されるんですね。それで軒並み滅んだんです、尺八も。ところがほぼ唯一滅ばなかったところがここなんですよね、弘前。それは何でかっていうと、やはり殿様、物好きな殿様がいて、武士に、やらせたからなんですよ。だから殿様がやれっていうのは、趣味でやれっていうんじゃなくて、やっぱ修行でやれになるので、大勢の侍がやっぱりいやいやかもしれないけどやってたんですよね。それと明治新政府の命令も、津軽のこんな辺鄙なところまでは行き渡らなかったので残ったんですね。なので江戸時代からとりあえず途絶えることなくそのものが残ってるっていう、ほとんど唯一の流派なんですね。なので金風流っていうのが、その流派そのものがある種のレジェンドになってるんですね。まず基本的に楽器が違う。尺八って、例えばここにあるのは一尺八寸管なんですけど、長さが一尺八寸だから尺八って言うんですけど、間竹 でこれは一本の竹なんですが、ここを真ん中で切るんですよ。でこうパカッてジョイントできるようになってて、そしてその中を非常に丁寧にこうくるぬいて、きれいにまっすぐにして、そこにこう漆でコーティングするんですね。それが今の尺八なんですけど、金プリル吹く尺八っていうのは、ここを切ってなくて一本のこれ延べ竹っていうんですけど、そして中の節を抜くんですけど、節をきれいに削ってしまわないで少し残してるんです。そして中を漆でそんなちゃんとコーティングしないんですね。なのでピッチが少し低くなる、西洋音楽でいう古楽器にあたるんですよね。で、音もちょっとくすんだような音でクリアな音が出ないと。でもまあそれが僕は好きなんですけども、そういう楽器そのものがまず違うっていうことで、あとは曲が限定されてるんです。登山流の場合はその無数にあるっていうか、無数でもないでしょうけど、金古流でも何十曲もあるわけですけど、金プリは10曲しかない。でそれ以外は吹かないっていうか、それ以外に曲がないので、あとテクニック的には込み吹きっていうのをやるんです。ちょっとやりますと、普通だとこの、みたいに吹くんですが、金プリはというふうに断続的に息を切って吹くんです。ずっとそればっかり言ったわけじゃないんですけど、そういうのを入れるっていうのが最大の特徴で、吹き込みの込みだと思うんですけども、なぜ込み吹きかっていうのは諸説あるとしかいいろんな説があるんですけど、これが特徴ですかね。一番、つまり元々の妙案流ではこういう込み吹きはしないんですよ。やっぱりこうどちらかというと妙案流の方が瞑想に吹けるっていう感じがありますね。だからこう吹いてても、なんかこう心をこう
沈潜させていくようなあれですけど、キンプリの場合はあの込み武器をするもんですから、あんまりその瞑想にふけってる暇がないですね。こう勇壮といえば勇壮な感じですかね、はい、でもちょっと求めるものが瞑想とはちょっと違う、人に聞かせるものではない。だから調べなんていう曲は自分の体調を調べる曲ですね。その場のこの雰囲気とか竹の感じとか自分の体の調子を調べる曲が調べる、一番最初に吹く曲なんです。だからウォーミングアップといえばウォーミングアップ、今自分はどういう状態にあるのかっていうことをチェックする曲ですね。すごく重なってるんですよ、全部似てるんです。ただしそれぞれの曲にやっぱり特徴はある。で、例えばこれもともとはだから混奏の曲ですから、津軽の3曲って言われるんですけど、通り門付け八返しっていう曲があるんです。通りっていうのは混奏がこう托圧をしながらこう通りを歩いてる時の曲ですね。門付けっていうのは人の家の前に立って施しを受ける、来ましたよって曲ですよね。で、八返しっていうのはそのいただいたものをありがとうございましたと言って返す。かなり雰囲気が違います。例えば門付けっていうのは来ましたよっていう曲なので、いきなり最初こうですよね。っていうふうにこう、甲高く来ましたーって感じの曲ですから、多少その違いはありますけれども、その3曲以外は割とこう、そんな特徴的というよりも、キンプリの曲だなーっていう感じが多いですね。一応楽譜が伝承されていて、これそのコピーを持ってきたんですけど、ところどころ1とか2とか番号がついてるんですよ。で、練習してる時も、じゃあ今度5番からちょっと吹きましょう、みたいにやれるんですが、番号のところまでノンブレスっていうか、その息継ぎ なしでやるっていうのが原則だったの。でも無理なんですよちょっと無理だなと、人間では無理だなと。だからおそらくもしそれをやろうとするとものすごい修行になったんじゃないかなと思いますが、これは先生から教えられたっていうのともちょっと違うんですけど、呼吸法で鼻から吸って口から出すんです。必ず鼻から吸わなくちゃいけない。で、鼻から1、2、3と吸って2止めるんです。1、2と。そして15かけて吐くんですよ。だから20かかるわけですね。で、それがもし1秒だとすると20秒かけて一呼吸。なので1分間に3回呼吸をするってことになりますね。一応それのことを最初練習するんです。こう鼻から3つ吸って2つ止めて口から15かけて吐くと。そういう意味では呼吸法というのが大事といえばそれ以上大事なものはないかなと思いますね。深く呼吸をさせようとするんでしょうね。だからこれは道具ですよね。呼吸をする、別に音楽の楽器じゃないので。座禅もそうですよね。数息観というのが一番基本しますよね。自分の呼吸を数える、数の息の観光の観ですけど、素足観、自分の呼吸を数えるんですね。一つ二つと。座禅っていうのは何もしないわけですけど、身体的には。しかし息はしてる。呼吸っていうのは自分自身の中と外とがつながるものすごく重要な手段だと思うので、おそらく武術の達人でも呼吸っていうのがすごく大事なんだろうなと。で、その呼吸の修行として、これはもう深呼吸の練習みたいなもんですね。吹いてる間は吸えませんから、吸ってそして吹き続けなさい。これ一呼吸ですから、一つの音を出すのは。そういう意味では武士に八つ加工が進めたっていうのも、まあ悪いことではなかったかなと思います。相反するどころか、やはりこういう曲を吹きながら呼吸を鍛え、曲に沈潜して
理屈っぽいことを言うと、私がこの竹を吹いているというような、私がという主体と竹をという客体とか別になっているような状態ではなくて、竹を吹いているというその出来事そのものになる練習だと思います。だからおそらく剣術でも自分が木刀をっていうのではなくて、木刀と自分とかもう一つになって何かをしているっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。だからおそらく素振りとかやるのもそういう状態になっていくんだろうと思うんですけれども、でその中でも特にやっぱり呼吸っていうのがメインになっているものであることは間違いない。